どうしたどうした。今日、俺、台湾混ぜそばを食べたよ。あ、そうなんだ。そう。やけんちょっとお腹いっぱいで、もう、きついんよ。それでもお口の中がヒヒラじゃないか。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 さあ、ということで、ちょっと。802ビンタンガーデン、ビンタンガーデン、ランタンジャムタイムズ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 。そうそう、こんな感じだったわ。FM 802 Lantern Jam Times、 Lantern Jam Times。 Today's DJs are Makoto Narazaki and Masaki MatsuraFM802 をお聞きの皆さん、1年ぶりのヒヒラーということでございまして、ここからの時間はですね、802ビンタンガーデンランタンジャムタイムスリターントゥーレディオ、リターントゥーレディオ、リターントゥーハトゥーレディオでございます。ハトゥーですよね。はい、一応なんかかかってるみたいな、かかってるっていう風にしてくださったと思います、はい、言われました。そう、はい、ありがとうございます。さあ、お久しぶりの802、ランタンジャムタイムスなんですけども、うん、スピンオフ特番、はい、昨年5月、大阪でもやらせてもらったんですけれども、うん、1年ぶりのリターンでございますね、はい、戻ってきました。戻ってきました。 FM802 でオフィシャルヒゲダンディズムメンバー4人がランダムに DJ を担当していたランタンジャムタイムス、ランジャムが今回はですね、奈良ちゃんまず2人で、はい、リターンでございます。奈良崎と松浦でお届けしますね。よろしくお願いします、はい、あと先日802のツイッターでですね、うん、ちょっと匂わせ、はい、匂わせ行為ですね、匂わせ行為です、はい、いただきました、変わらず802のリスナーはちゃんまつさんの味方でた、あ、味方だったということで、味方だ、味方だ。なんかさ、アンケートの中にこう、うん、4つ項目があって、はい、まあ、味方なのか、うん、ちょっと味方、ちょっと味方だ、うん、で、あとバリ方、バリ方4つ目がヒヒラ、あ、ヒヒラ、うん、特に言うことはないバリ方がさ、ちょっと多かったんですよ。バリ方ちょっと多めだったっぽいね、うん、そう、味方だよっていうのはもちろん多くて、うんうん、だからもうバリ方って、ね、その選択肢の中に敵がなかったから、そう、バリ方に入れた、バリ方に入れたね、そっちだ、うん、バリ方をまあ今日は、うん、バリアワにしていくんで、バリアワにもう、そうですか、ああということでございまして、午後10時までのお付き合いのほどよろしくお願いいたします。お願いします。それでは1年ぶりのランタン、ジャムタイムスランジャムスタート。サンデーナイトもあなたのお耳に音楽の日を灯しましょう。 802 ビンタンガーデン、ビンタンガーデン、ランジャムタイムス、ジャムタイムス。さあ、ということでございまして、今夜のオープニングナンバー、はい、まず最初にお送りしたいなと思うのはですね、まあこの機会を、いただいたということでございまして、はい、まあ1年にね、うん、曲が何回ラジオで勝ったのかっていうね、うん、その再生数を稼ぎたいと思います、僕は。なんてことするのお聴きください、オフィシャルヒゲダンディズム、コラール A。 Lantern Jam Times、802ビンタンガーデンランタンジャムタイムスリターントゥレジオ、ということで、レジオリターンレディオということで、レディオ、レディオということでございまして、はい、まあ、改めまして、オフィシャルヒゲダンディズムベースサックス担当の奈良崎誠とドラム担当の松浦正樹です、お送りしたいと思いますけれども、はい、昨年5月の、スピンオフ特番放送後のヒゲダンの動きですね、はいはい、こちらをちょっと久しぶりに、せっかくですから振り返っていこうと、振り返り、いう時間にしたいなと思うんですけど、ここからは、はい、2022年6月、うん、これがミックスナッツ EP リリース、ああ、もう1年前ね、もうちょっとで1年前なんで、ね、うん、そして7月はですね、私奈良崎誠がですね、舞台初出演、うん、ギミトリックバード、よかったよ、あれあれで見てくれたんだよね、そう、あの配信で、配信で、はい、見ましたけど、なんだろうな、最初はやっぱさ、奈良ちゃんが演技してるっていうさ、ね、こうメンバーから見た奈良崎みたいなものが、はいはいはい、まあちらつくわけじゃん、はい、でもね、もう話がこう進んでいくうちに、もうそんなこと忘れてんの、忘れてた、うん、ありがとう、もうキャラクターになってる。なんか俺が一番傷ついたのが、うん、うちの事務所の社長おるやない、あ社長、社長さんおるやろ、はいはい、この大根役者がこれ終わった後だよ
終わった後にさ、まあ、見に来てくれたの、うん、まあ、まあまあ社長なりのね、あ、そうそうそう、激励じゃないけどさ、そういう感じなのよ、うん、皆さんあのリスナーの方にね、うん、あの不仲じゃないですから、空気感があるんだよね、そう、もう全然2人でサウナ行ったりとかするぐらいの仲なんですけど、うん、そう、そういう感じでやらせていただきました、はい、そんなこともありました。8月にはですね、先ほどかけさせていただきました、うん、ホラール A ですね、うん、こちらが主題歌の、映画、うん、移動辞令は音楽隊、こちらも公開でございました、はい、私亀尾出演もさせていただきました、銀幕デビュー。でもそうですよ、2022年は僕はもうすごい俳優っていう肩書きやかましいわ、マジでニヤニヤしながら言うんじゃないのいや1年さ、うん、そういう動きがあったということによって、まあ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 、まあ、そう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 、なんかこう今年とかもね、うん、あの飲み会とかあった時にさ、うんうん、俳優の奈良崎ですみたいな、なんかさ、その武器を手に入れるためにやったみたいに思われちゃうからさ、そういう楽しかったです。インプットもたくさんあったんですね、やっぱ。いや、もちろん、うん、もちろんでございます、うん、そしてですね、9月、ワンオクロックさん先生、はい、のニューアルバム、うん、ラグジュアリーディジーズの、うん、収録曲、はい、グラビティ、こちらにサトシが参加しました。いやー、これはもうサトちゃんはね、嬉しかっただろうね。2022年2月ランジャムでもタカさんと対談をさせていただいたと思います。これまあ歌取りの前からかな、うん、こうデモを聞かせてもらってね、僕、そうそうそう、僕たちもこれもねマジで勉強になったね。デモっていうかその、まあ、本ちゃんの音も入ってた、うんうん、で DTM ってデスクトップミュージック、パソコン上でこういう音がこうトラック分けされてるみたいな状態で、うん、あの聞かせてもらったから、あ、マジこんな音入ってんだみたいな、うん、でこういうなんかこうグルーヴが出てるのって、ね、このリズムトラックとリズムトラックのこのガッチャンコによってなってんだとか、テンポここでみたいな、ね、そう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 、ね、変わってたりとかして、うん、あ、そういう手法もあるんだなと思って、うん、ちょっと一瞬そのリズムがブレイクするところっていうか、うん、でちょっと上がるとか下がるとかっていうのあって、うん、ちょっと参考にさせていただきましたっていうね、まあ、勝手にあの見させていただいたっていうあれなんで、はい、本人たちには何も言ってない勉強させていただきました。勉強させていただきました。そして10月にはサブタイトル配信リリースさせていただきました。うん、サブタイトルもね、まあ本当に多くの人に届いて、ドラモッタのあれもすごく親和性というか、親和性が親和性ね、すごかったし、今でも言われるからね。いやもうさ、あとドラマサイドのさ、愛よ、やばいね。愛愛。本当に。やっぱ愛だなと思った。うん。いや、本当作品はもう愛を持って作っていったら本当に良くなります。いや、すごい。これはもう、相乗効果で。いつもは恥ずかしくてさ、うん、ヒゲダンの曲が、とかって言わないさ、うん、友達とかがいるじゃない。うん。とか、もうあれだけは、ちょっとわからんけど、ちょっと泣いたわ、みたいな。ああ、嬉しいね。もうすげえとこでかかるよね。マジ、もう、超いいタイミングで。泣いちゃった。いやー、よかった。実はわしらも泣くもんね、泣く泣く、あんなんされたら、うん、あんなされほんまね、ありがとうございました、はい、そして12月は、小沢健二さん、ラブリー、うん、リマスター、ショートエディットリリース記念ということで、スポティファイプレイリスト企画にですね、うん、私参加させていただきまして、おお、そう、あのアンディ先生が、はい、うちのサックス、吹いてくれてるアンディ先生がですね、うん、小沢健さんと仲が良くて、うん、バンドには参加して小酒さんのところでもやってたんですね、うん、で俺が小酒さん好きなんですってことを伝えてくれたら、うん、こう直接ご本人からやってくれませんかっていうふうにお話いただきまして、震えちゃうよね。震えちゃった、超震えちゃって、その後まだずっと震えてるのが、うん、なんかいつかアンディと小酒さんと俺でコーヒーを飲もうっていう話になってるんだけど、それがいつ誘われるのかで俺はもうブル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 してる最中でございます。いやーねー、直接お話ししたことないんで、うん、そうメールショートメッセージというのだけだったんで、うん、楽しみにしたいなと思っていますけれども、ね、光栄ですね、本当ありがとうございます、うん、そして大晦日、大晦日第73回 NHK 紅白歌合戦をさせていただきまして、はい、サブタイトルでね、ありがとうございました、はい、あ、なんかラストのところでね、うん、わしらがなぜかちょっと真ん中の方に、あれはさ、そうどこに行けばいいんだろうみたいな、確かに確かに、そのわーって皆さんいらっしゃいました、そう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 、どこにわしら行けばいいのかわからんくて、あ、詰められるんですねみたいな感じで、うん、わしらじゃあここら辺に行きますってなったら真ん中だったっていう、そうそうそう、美味しかった美味しかった美味しかった、まあ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 、そして2023年1月テレビアニメ東京リベンジャーズクリスマス決戦編、うん、オープニング主題歌のホワイトノイズ、こちらも配信リリースが1月にされたということで、ね、通り部とは2度目のね、2度目のお付き合いさせて、させていただきまして、ありがとうございます、本当に、うん、今回もね、うん、ロックな
ロックなナンバーで、結構これもなんかホワイトノイズ出た時にいろいろ言われたね、なんかああいうのもできるんだね、あ確かに、ね、ていうかどういう気持ちって言われることが多いかさ、どういう気持ち、えそれなんか、ホワイトノイズっていう曲がさ、変な話どこに刺さるかとかっていうのはさ、はいはいはい、まあ曲を出しても別に誰に刺さるかとかって分かんないけれどもさ、やっぱハードロックとかさ、そういったあのルーツとか、ジャンルが好きな人がさ、あのふって言ってくれる感じの曲になってた、ね、ヒゲだそうそうそうやるじゃんみたいな、ね、そういうのをこうなんか唐突に1月とかに出すとかってどういう気持ちなのみたいな感じのことをねみんなにいろいろ言われたけど、ね、考えてないです、考えてないよね、かっこいいと思ったからね、いや本当にやるっていうのがまあ、もしかしたらそのなんだろう、作曲だからサトシとか、はいはいはい、はたまた大輔とか、そう考えてるかもしんないけどいろんなことね、俺とちゃんまつはマジ何も考えてないけどおいえじゃんいいじゃんこれやろうぜやろうやろう乗っかってるだけなんでね、そうなんですよ本当にボトムはね支えてますけどね2人でね、ということでございまして、結構いろいろありましたねこうやって見ると、そうだね、うん、1年前から振り返ってか、ねいろいろありました、まあ、今年もねあのリリース続いていきますので、そしてまあ変な話ですけどまあ、制作もねまあ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 ニュルニュルとニュルニュルとやらせていただこうかなと思っておりますので、今年の動きとかね、来年の動きとかもまたチェックしていただければなと思っております。お願いします、よろしくお願いします。では、ここでちょっとね私が、好きなバンドをですね好きなバンドかけたいなと思います、あのアンファンっていうね、バンド、はい言ってましたね、そうそうそう、あのヒスっていうね、あのこの前出た Q っていう EP がありまして、そちらの中の2曲目、一回ねランジャムであのプレイっていう曲を流させてもらって、そちらの MV もなんか最近できたらしいので、ああそうチェックしていただければと思っております、それではお聴きください、アンファンヒス、802ビンタンガーデンランタンジャムタイムスリターントゥレディオ、はい、1年ぶりに奈良崎誠と松浦正樹この2人でお送りしておりますけれども、まあ、今年の2月まではね、私どももうツアーを行ってたわけなんですけども、はい、ショッキングなツアーね、あそうね、昨年9月から全国の、ホールね巡らせていただきました、ホールツアーショッキングナッツツアー開催させていただきまして、いや今思い返してみてねなかなか面白いツアーだった ねやっぱホール好きじゃな、わしは青森スタートかな、青森スタート、初日から本当いいライブしてた気がするんだよな今回のね、やっぱセットリストを、まあ、今回2つ作ってたんですけれども、でまあ時々マイナーチェンジさせながら、ツアーを巡ってたわけなんですけれども、セットリストでその、まあ、ガラッと全部変えるっていうよりかは、まあ、バースバースでここはちょっとこういう懐かしい曲やろうとか、変えてったわけなんですけれども、ね、2つセットリストがあるとやっぱいいなと思ったな、楽しかったですね、楽しかった楽しかった、そう昔の曲をさ、こうあんまやってなかった曲とかをこうまた、まあ、例えば武道館だったら、うわ武道館でこの曲数年前やったなーとか ねそういうのもあれよかったな思い返せるからね、うん、面白いね、まあ、そしてやっぱホールツアー好きだなってやっぱ思いましたね個人的には、楽器たちのその、音のまとまりみたいなやつも、まあ、響きみたいなやつも、ホールアリーナドームとかで全部違うし、全然違う、まあそれこそ他のねバンドさんの音とか聞きに行って、まあ、どんな感じで作ってんのかなとか中のシステムとかね、外のなんか意見とか、PA さんの意見とか、バンドメンバーの意見とか、なんかできる限りねあんまり失礼にならないようなぐらいに聞き出したりするけれども、やっぱなんかこうホールにはやっぱホールにしか出せない響きがあるし、まあ、逆もしっかりホール、アリーナドームもそうだけどね、雰囲気とか音とかっていうのは変わってくるから、でもやっぱ相も変わらず僕はホールが好きだなと思ったから、しかもなんか各地のホールでもやっぱ響きが違くて、そうね、なんかその変化を楽しむのもなんかいいね、でもフェスティバルホールが良かった、うわそうマジでめちゃくちゃ良かったよね、超良かった、フェスティバルホールの響きがいいんだわマジで、ね、いやこれさ本当に良くて、またここちょっとやりたいねって話になったもんね、なったなった、でもいろんなアーティストの方がね、愛するというか、そうここでやりたいっていう、そうホールの方もね、そう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 おっしゃってて意味が分かったなというか、実際にやんないと分かんないしね、外で聞かないと分かんない部分もあるし、やらないと分かんない部分がいっぱいあって、すごく良かったな、またやりたいなと本当に思いますけれども、ね、あとホワイトノイズはあれだ大阪で初披露だ、そうだフェスティバルホールだ、1月に、リリースだったわけで、ライブでは初披露が、大阪だったというね、年明けてから初のライブが大阪だったもんね、ホワイトノイズは良かったわ、ね、本当に初披露大体さ、
まあ、ド緊張するっていうかさ、まあ、そうね、もう正直それまでの曲も緊張しちゃうぐらいなんだけど、うん、その初披露する曲の前の曲とかもね、うんうん、結構ホッピーなまま進んでいって、ホッピーなまま行った、もうドリャーっていう、そう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 、でね、よかったな、うん、いい初披露になったよね。アンコールラストでやったんだっけ。そう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 、だよね、うん、それまでの確かライブの流れもめっちゃ、うん、みんないいねってなってて、うん、最高じゃんってなってて、うん、よしもうこれ噛んで締めたるぞっていう、ね、これで終わらせねえぞの新曲っていうね、うん、またホワイトノイズの曲調もこうさ、うん、ドーンっていくからさ、そうね、この期待をいい意味で裏切るっていうね、うん、アンコールの最後で楽しかった、うん、めちゃくちゃ多分俺もちゃんまつも、うん、かっこいい顔しながらやっとったんやね。そりゃそうだろ、気持ちいいなと思って。そりゃそうだ、かっこいい顔で、うん、すいません、音もいいしな、音もいい、本当です、うん、ということでございます、ね、じゃあ、はい、せっかくなんでここでじゃあホワイトノイズ聞いてもらえますかね、うん、はい、おしゃれヒゲダンディのホワイトノイズ802 Beantime Garden Lantern Jam Times DJ Official ヒゲダンディズム二人にメッセージがあります。ランジャムをお聞きの皆さん、ヒヒラーこんばんは。オフィシャルヒゲダンディズムギターの小笹大輔です。スピンオフ特番からはもう約1年経ってしまったっていうことなんですけれども、なんかこの期間僕が何してたかっていうことなんですけど、まあちゃんまつとですね、二人でよく、はいはいはい、あのスタジオ行って、セッションね、いろんなミュージシャンの方招いて、うん、全然非公開のセッションを開催するみたいなことをこの期間に新たに始めてみたりしております、うん。これ結構楽しくてですね、また続けていけたらいいなと思っております。そしてですね、先月4月にはですね、横浜アリーナでウーバーワールドと共演。もともとヒゲダン4人で対バンする予定だったライブなんですけれども、まあちょっと4人で出場できないっていうことになったので、僕一人だけウーバーワールドの中に飛び込んでいって、トリプルギターで何曲か演奏するっていうすごい経験をさせていただきました。ランジャムの初期の頃にですね、まあどんなバンドと対バンしたいですかっていう質問、いただいた時にも名前挙げさせていただいてた、すごい憧れのバンドなんで、ウーバーは。そうですね、すごいあのメモリアルな機会で、めちゃくちゃ楽しかったですね。あの、こう当日を僕ら演者本人もワクワクして楽しむためにっていう名目で、全然リハに入ってもらえなかったんですよ。ヒゲダンのカバーもやってもらえるっていうのは聞いてたんですけど、どういうアレンジでウーバーの皆さんがやってくるかは僕は知らない。すごいスリリングな状況だったんですけど、まあそれがめっちゃ楽しくて、そう、プリテンダーと宿命ヒゲダンからです。だとその2曲を一緒に演奏させてもらったんですけど、プリテンダーやってる途中に慎太郎さんが後ろのドラムから前のステージのドラムに移動するとか、そういうのも僕、リハやりながら初めて気づいて、え、気づいたら慎太郎さんが前に出てきてるみたいな。めっちゃびっくりしたんですけど、それでやっぱり僕自身もテンションが上げられるんで、それがお客さんにも伝わっていくっていう、なんかほんと全然ヒゲダンと違うアプローチで、素晴らしいエンターテインメントを作ることができるバンドだなっていう風に改めてすごいウーバーのことが大好きになりましたね。またね、あの絶対完全体4人、そしてまあサポートメンバーもね揃った完全な状態のヒゲダンでウーバーと対バンしたいなっていう風に思っておりますので、その日を皆さんも楽しみにしていただけてたらなと思います。うん。そして今日は奈良ちゃんとちゃんまつが2人で久々のランジャムを進行中。これどんな放送になっているんだろう。二人っていうことはまあ多分きっとふざけ倒してるんだろうなっていうふうに思うんですけど、この後は新曲タトゥーのお話をする時間となっておりますので、そこはねすごいリズム隊がかっこいい楽曲になっているので、かっこよく楽器のこだわりなど話していただけたら嬉しいかなと思っております。それでは引き続き1年ぶりのランジャム頑張ってね。以上、オフィシャルヒゲダンディズムギターの大輔でした。ヒヒラー。めちゃくちゃさ、うん、ウーバー思い出がさ、あいつ詰まりすぎて、溢れて、8割それやってさ、愛が溢れて、うん、俺たちに対する伝言メッセージのはずなのにさ、最後ちょっと、
ちょっとなんか塩振ったぐらいなんか。まあええけど、まあまあ、でもね話に出てましたけど、はいはい、まあセッションなんかもね、あそうだね、うん、最近スタジオ入って、俺も呼ばれてるんだけどね、面白いよ本当に、毎回メンバー違うし、で激強メンバーたちの、まあうん、アンディとかもね、ヒゲダンのサポメンのサックスのアンディとかも来てくれて、うん、もうね半端ないっす。サックスソロやばいっす。みんな上手いっていう。うん、勉強してます、うん。俺もじゃあまた次は参加させていただきたいなと思うんですけども。はい。802ビンタンガーデンランタンジャムタイムスリターントゥレディオ。ランジャムが久々のリターンということで。うん。DJ はオフィシャルヒゲダンディズのベースサックス担当の奈良崎誠と。ビッグ DJ ちゃんマツコと、松野正樹がお送りしております。ビッグ DJ だよ。うん、ビッグ DJ ちゃんマツコと。いやいやいや。みんな思ってるよ多分お前のこと、ビッグ DJ だって、ビッグ DJ だって思ってねえだろ。思ってるよ。いやいや思ってるか、思ってる思ってる、持っててくれたら嬉しいけどね、ビッグ DJ よ、うん、そんな感じなんですけども、はい、大輔も言ってくれたみたいです、うん、こっからは、新曲、はい、タトゥーのね、タトゥーお話をしたいなと思います、しましょう、先月4月21日に配信リリースいたしました新曲タトゥーでございます、うん、金曜ドラマペンディングトレイン8時23分明日君と、こちらの主題歌になっておりますけれども、うん、大輔ね、ツイッターでも言ってくれてたし、さっきも言ってくれておりました、うん、リズム隊がええ感じでかっこいいぞと、うん、ね、かっこよく紹介しろと、かっこよく紹介しろ、ちょっとさっき言ってましたけど、一番難しいじゃん、一番難しい、いやでも音はね、うん、本当にかっこいいです、これ本当かっこいいね、うん、もうレコーディングしてる時からリズムセクションをまあ組んでいったんだけど、リズムトラックに関しては、うん、はいはいはい、で音作りとかね、もう本当にあのドラムテックいつもレコーディングでもライブでもお世話になっている和田元気さん、うん、和田元気さんめちゃくちゃスネアの音こだわったよね、ね、しかもなんかそう、これ発掘したやつだよね。そう、本当に低価格のものをオークションで、仕入れてですね。これが、もう絶対この曲に合うから、うんうん、絶対これ使いたいって持ってきてくれて、まあ、他の選択肢もあったんだけど、その中でも、断然良かったね。めちゃくちゃ良くて。断然良かった、マジで。で、もう曲に、こう、まあ、デモに合わせながらも、これがこう、もうちょっと低音がどうだ、こう、サスティンの止まり方、こうしようみたいなのを、うん、もう本当にこだわって、めちゃくちゃね、いい。もう、和田さんも、本当に、ここ最近で、一番これ、なんか、レコーディングで、そう、ハマったな、ね、言ってたんで、もう本当にそこを注目ね、して、聞いていただきたいんですけど、まあ、そしてどうすか、うん、俺的にはですね、嬉しかったのが、うん、サポートメンバーのレフティから、うんうん、レフティ、うん、レフティ先生からですね、うん、ベースの処理どうなってんのみたいな。ああ、そう。あれ多分ね、うん、普通に、つるっと弾いて、そのままつるっと流してるだけだったら、うん、あんな感じにはならんのよ、正直多分。うん、なんだけど、やっぱ、小森マジックですよね。小森さん。小森さん。ミックスエンジニアの。ミックスエンジニアの小森さん。はい、で、実際のところ、俺も処理は何使ってどうのこうのっていうのは分かんないんですよ。うん、で、基本的には、さらっと弾いて、私が。うん、で、まあ、アンプも、DI から、直で LINE も取ってるんですけど、うん、どっちともの音もこうミックスするのか LINE だけ使って処理するのかって分かんないんだけども、うん、レフティが気になるっていうので小森さんにお伺いしました。お、使っているのはドライの DI のみ、うんうん、で DI の音に1176と LA3A っていうコンポをかけて取りました。 LA3A、 はい。でミックスでは VSM3 っていうプラグインのサチュレーターで少しだけ歪みを足してプロQ3 っていう EQ で帯域を整理してますということです。わかりません。ちょっと日本語で話してもらっていいですか。わかりません、僕も。ね、そう。これ、でもまあ、言ってしまえば音楽をやっている僕らでも、わからないような、まあ、マジックがね、本当にかけられて、もう時間をかけてね、本当に。いろんなね、あの、楽器の方というか、うん、アーティストの方いらっしゃると思うんですけど、自分で完全に音作りをされる方とか、うん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 、例えば自分の足元系の機材から、何やら全部こう、自分でされる方もいらっしゃるし、うんうん、もう僕はもう、ぶち投げタイプでございまして、うん、あの、ライブもそうだし、あの、レコーディングも、基本的にお願いしますって言って、うん、それでこう音作ってもらって実際こう感覚的にどう思うみたいなやつで、うん、あもうちょっとこうしたいですこうしたいですとかっていうことしかやらないので、うん、そうだからもう僕一人では何もできませんっていうことが、本当にねいいチームに恵まれてます、言いたかったわけなんですけれども、うん、あ、てか連絡が来たっていうのでね、あのそれこそ
俺も来たんだけど、うん、それこそあのさっき大輔がね話に挙げてた、うん、ウーバーの慎太郎さん、おタトゥーめっちゃいいねって連絡来ました。連行かしてんの？そうそうそう。あら嬉しかった。慎太郎さんかっこいいよねマジで。かっこいい、もう惚れちゃう。本当に、本当になんかちょっと打ち上げみたいなところに、うんうん、わしら見に行っただけなのにね、うん、参加させてもろてね、うん、もうその時のもう慎太郎さんのお兄ちゃん感と、お兄ちゃんちゃんまつのなんかデレ感な、うん、ああいう人好きでしょあなた。好き好き。いやちょっと嬉しかったの本当に、ね、楽しそうに会話しとって、うん、まあ、ちょっと、ね、話変わっちゃったけど、そんな話ばしてますけど、うん、まあ、マジであの、復帰したらな、うん、復活したらな、うん、マジでやりたいな、ね、対バンをさせていただきたいです、ね、本当に、うん、ありがとうございます。本当今回大輔ね、ウィズでね、ウィズやっていただいて、ウーバーウィズで本当に、うん、ありがとうございました。さあということで、あのタトゥーに話戻すと、うん、まあ、グアムで MV ね、うん、MV 撮影を撮らさせて、はい、いただいたんですけれどもね、コロナ禍を経て久しぶりの海外、あ、そうだった ね、うん、久しぶりになんか海外ロケでやりたいねって話になって、まあ、うん、本当もう抜けのね、うん、景色とかやっぱ全然違うもん ね、やっぱ海外に行くだけで、まあ、生えてる植物なのか、うんうん、空の青さなのか大地の色なのか、うん、わからないけど、もう全然違うわやっぱね。あとさ、なんかこうなんだろうな、海外に行くとさ、うん、また日本にいる時とはこうちょっと違った、あ海外来たって浮かれる部分あるじゃん、うん、ある。で浮かれてるのでいいんだよね、うん、今回の MV は。まあ、確かにね、そう仲間たちでこうちょっと楽しんでる、浮ついちゃってるもんね。そう、なんかその浮ついてる感じが結構ラフな姿をこう、うん、映像に残切り取ってて、確かにそれもいいなっていう。今回の MV が今までの MV の中では肩の力一番抜けてるんじゃないかなっていう感じにはなったよ ね、うん、ね、ただ遊んでるだけみたいな。遊んだな。そう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 、楽しかったなと思いますけど、ね、なんかまだ話してない現地ネタ等ございますかみたいな。まだ話してない現地ネタ、あれはそう、俺さ、これ、どうぞ。あの、すごいご好評いただいてるので、まだ見ていない方は、あの、すいませんね。あの、わからないかもしれないですけど、うんうん、あの、僕が、あの、焼きそば、はい、いや、そこだよ。店のおじ様と一緒に仲良く、なぜか店内に入らせていただいて、はい、あの、焼きそばを作ってるシーンがあるんですけど、あの、あれ、これまだ言ってないんですけど、これもう本当に、あの、ずるい手を使いました。はい。なんでしょう。なんか、撮影してるなっていうので、うん、あの、店番の、あの、お母さんというか、はいはい、が、あの、こっち来たよみたいな。うん、来た来たって言われて。そう、宣伝してくれ的なね。あ、そうそうそう。うん、で、前でも行こう。せっかくだからと思って行って、うん、で、焼きそばください、うん。何入れるって言われるから、じゃあ、ビーフとシュリンプで、みたいな感じで頼んで、うん、で何の撮影みたいな感じで、英語で聞かれて、そういうニュアンスで、うん、ミュージックビデオ、みたいな。うんうんうん、え、じゃあ有名な人とかって言われて、うん、あー、アリトルフェイマスミュージック、ミュージシャンみたいな、はい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 、インジャパンみたいな、はいはい、アリトルフェイマスみたいな、ちょっと有名よって謙遜を、ね、入れつつ、ね、そう、うん、入れたらマジでマジでみたいな、うんうん、でお父さんに話しかけて、うん、なんか有名な人らしいよみたいな。でそのままなんかちょっと怖いみたいな、うん、一緒に撮ろうみたいな、一緒に作ろうってなって、うん、でそのままの勢いでこう、うん、じゃんじゃかやらせてもらって、なんかさ具材をさ、うん、もうやーって入れてなかったっけ、なんかやーって入れて引いたもん。この人何してんだ、グアム来てんの。これやれってなったからね。そういやよかったなあれ、でもあれね、今思い返すと本当に焼きそば屋さんのさ、うん、おじさんのさ笑顔さやばくない、優しいよ本当に、めちゃくちゃいい顔だったよ、ね、ってなかなかこうキッチンに入れてくんないからね、うん、確かにね、うん、なんかグアム行かれるね予定の方いらっしゃったら、うん、ぜひとも、あ、ナイトマーケットの焼きそば ね、あれなんていう場所なんだろうね、あれはファーマーズマーケットっていう、ファーマーズマーケット、はい、ところらしいので、うん、ぜひともおじさんに会いに行ってみてください、うん、焼きそば店です、そう、ミュージックビデオで見ましたっつって、うん、これですっつっておーってなるよね、おーっつって焼きそば食えってなると思うので、ぜひともよろしくお願いします、はい、端末ネタないの、なんか話してないこと、うん、まあいいか、おいなんでない、この辺で聴いていただきますかね、新曲オフィシャルヒゲダンディズムタトゥー、聴いていただきましたオフィシャルヒゲダンディズムタトゥー、はい、802ビンタンガーデンランタンジャムタイムスリターントゥーレディオということで、2023年も
あっという間にね、うん、後半戦に向かっていく、ね、ところでございますけれども、ね、まあタトゥーが私どもはまあ今回出まして、うん、発表されているニュースだとですね、はい、我々ヒゲダンの後半戦の行方なんですけれども、第90回 NHK 全国学校音楽コンクール中学校の部、こちらの課題曲、うん、チェスボードが発表されていて、はい、そしてニュースゼロ2023年新、テーマ曲、うん、こちらが日常という曲なんですけども、日常、こちらも書き下ろしさせていただきましたと、うん、まあ、前回のツアーではまあ未発表曲の、新曲でね、風船っていう曲も披露させていただいたんですけれども、まあそんな感じで続々とですね、新曲も作ってますし、他の実を言うと未発表の時、デモとかもねたくさんございますので、うん、どん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 制作とかね進めていけたりとか、うん、まあ、さっきのセッションだとか、まあ、個人個人のなんかスキルアップだとか、うん、いろんなことができてたらいいなとは思っておりますけれども、ね、そしてあとそうだ、サトシの話あんましてなかったね。あ、確かに、そう、今筆談リズムだ。そうサトシ、それ多分まあ、ね、心配してくださってるね、うん、リスナーの方とかもいらっしゃると思うんですけれども、うん、こればっかりはね、私たちの口からはね、なんと言ったらいいか、やっぱり、うん、彼自身がやっぱこう、抱えてるものっていう、うん、この治療がうまくいくかなとか、うん、療養してどんな感じになるのかなとかっていうのは、うん、多分やっぱ、彼自身の中では不安感もあると思うんですよ。うん、間違いないです。間違いなく。うん、それで、なんか、なんて言っていいかな、心配してくださる皆さんの気持ちもすごくあれなんだけれども、うん、僕個人の願いとしては、うん、もう本当にこうなんだろう、その状況がどうなるかってことよりかはもう数ヶ月後とか、まあ、下手したら1年後かもしれないよ、うん、なんだけれどもこうすっきりとさせて、うん、そのポリープとかをね、うん、すっきりとさせてまたなんかこう元気に歌えるとかさ、気持ちがそっちの方に向くみたいなところを目指してなんかあいつは動いてるから、うん、そうそうそう、だからこう心配すんなと言いたい、まあ、俺はそう、あいつは歌いたいから、うん、そうだから心配すんな、うん、まあ、いいと思う本当にあいつ待っててくださいっていうのが、うん、ちょっとまあ俺野暮になると思ってるから、なんか、うん、俺らの音楽ももちろん聴いてほしいし、うん、人生の糧になる音楽はたくさんあるはずだから、うんうんうん、そのなんかその中でまたこう活動が再開するときに、うん、こうその糧にね、そうね、なれるように僕ら頑張るんで、うん、その時にまたこうライブとかね、音源の中とか、そうそうそう、お会いできたらいいなと思います。うん、そう、でもなんか全然動いてないわけじゃないからすごい絶妙なんですよこれ。意外と忙しいんだよね。そうなんですよ。意外と予定入ってるんですよ。そう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 。まあ、ライブ行きまくってるしね。ね。みんなでね。うん。インプットもしてるからね。はい。こんな感じで、わー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 やらせていただきましたけれども、はい、最後の曲かけますかね。そうですね。じゃあちょっと、いろんな思いも込めたいなと思います。うん、オフィシャルヒゲダンディズム、ハガン。オフィシャルヒゲダンディズム、奈良ちゃん松が。奈良ちゃん松。お送りしてきました802ビンタンガーデンランタンジャムタイムスリターントゥーレイディオということで、うん、お別れのお時間が近づいてあっという間まいりました、うん、あっという間だ、ありがとうございました先生、ね、先生はい、嬉しかったです、ビッグ DJ ちゃんまさかこんなにその流れまだあったお話できて嬉しかったです、いやいや、もうこちらこそ本当にありがとうございました。どうでしたかね皆さん、ちゃんまさんのトーク力はね、1年前と比べて本当、まあなんか聞き手の人のリスナーのね、はい、受け取り方は分かんないんですけど、まあ、うん、僕今話してて、はい、まあ、ちょっとこれはなまったなと思った、さっき言わんかったけどさ、はい、大輔もなまってるね、大輔もなまってたね、ね、うん、普通に緊張メッセージから君何年バンドやってんだよメッセージが緊張緊張感あってね、してた、でウーバーの話になった瞬間にうわーみたいな好き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 、ギターオタク、ウーバーオタクがね、おろかったけどいやさあさあさあ、ではお、せっかくですので、はい、最後の本日のまとめをですね、恒例の、はい、格言にして発表していただきたいなと思います。はい、ちゃんまさんお願いできますか。じゃあちょっと準備 OK ですか。はい、いきます。お耳の火を灯す格言発表だ。バリ方の面でも、もう意地でも繋ぎ合ってようよ。よー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 、はい、ヒラはい、そうだね。タトゥーのね、まあ、一節をお借りして。お借りしてですけど。まあまあまあ、バリ方でもね、はい、
バリカタの皆さんも、はい、まあこんな自分ですけど、はい、こんなって言ったらまあゆるふわでやってる、まあヒゲダン、バリカタの皆さん別にそんな何も思ってない何バリカタって多分押してるだけだからまあもうみんなだよみんな、はい、もうリスナーのみんなも、はい、応援してくれてるみんなも、はい、まあヒゲダンとね、うん、一緒にもうつなぎ合っていきましょう、つなぎ合っていきましょう、うん、またリターン次3がねまだあるかもしれないんで、はい、よろしくお願いいたします、うん、皆さんもうちょっとね成長して、いやいいよいいよ、うん、そんないいよ大丈夫ということで、大丈夫、ありがとうございます。いやタトゥー出たタイミング本当よかったな、マジで、うん、なんか刺さるもんね、刺さるっすね、自分でも刺さるわ、なんか妙って、やっぱ仲間の、ね、初めてこんな MV 見てる、うん、ヒゲダンの、あなんかね夜一人で見てたんですよ1再生数2再生数ってどんどん稼いでる奈良崎が、はい、ということで、すみません、こんな感じで、リズム隊でお送りしましたけれども、はい、また会う日までね、うん、皆さんお元気で、元気で、それではひらー